皆様こんにちは、尺八の三橋貴風です。今日はですね、前回に続きまして、津軽根笹派の、調べ、その後半の演奏解説させていただきます。前回はですね、譜面ですとここまで行きましたね。ウのおめりのコミまで。で、今度ヒー高音に入るんですね。まあ譜面の中で高音とは書いてないんですが、この部分からもう緩和に入ります。高音ですね。で、この「日」はですね、「日」の音は「5」で押して入りますね。5押しです。ということになりますね。で「日」実はですね、これ「う」多めりと書いてあるのですが、多めりだと次の「レ」と同率になりますね。ですからここは中めりの方が妥当だと思いまして、私はここは中めりで吹いております。ひひううつれれという手ですね。はい、こうなります。で、次がですね、ひひひひちちうつつろろ、このフレーズはですね、譜面上こことここに次ありますので、まあ両方吸ってもよろしいと思いますが、習慣的にはこっちのフレーズはここから吹き出したらばここまで吹いてしまいますね、通常。ですからこの向き、つつろをつないで吹いておりますね。はい、ということですね。で、次リリレー。で、このリも合詞で入って、最後のリで、ここですね、これ金庫流の方が吹くとですね、必ずこのリから5に、これ習慣で5の当たりを入れるんですけれども、ニュアンスの問題なんですが、こういうところで5の当たりが入ると突然金庫流風に聞こえてしまうんですね。本来根笹はこういうところは当たりが入りません。ですからこの形になります。ということになりますね。はい、で、次、ウリリで、よく見てるとですね、ちょっと譜面をご覧ください。なんとなくこのフレーズ吹いたな、実はここなんです。同じですよね。で、実は次のウリリリン、同じですね。はい、で、さらに、前半で説明しましたつぎり、ね、つぎり、また出てきますね。こうですね。で、あとは、締めの句に入りますね。冒頭のつれが先になって、こう、振りは入りませんけれどもね。で、ロローで同じ形で終わっているということですね。はい、それでは、ウリから参ります。
ますね。でこれが調べ以上になります。それで、まあ、通常ですね、この調べが吹いた後、まあ、調べだけで吹くこともありますし、調べを他の曲の前につけるということもたまにあるようです。でただしなんですが、松風という曲に関してはですね、松風の調べというのが、特別にあります。なので松風に、この本来はこちらの調べを作ることはないんですね。他の曲にはたまにこれを調べを吹いてから他の曲を吹くということもやられているようです。それで、通常はですね、調べの後には下がり派という曲が参ります。それでは続けて、下がり派を参りましょう。これウヒですね、下がり派ウヒ、これ3のウ、これ関音の3のウですね。これ、実はオオカリという音なんです。普通のカリよりもさらに軽で、3を開けてる音、これ率としてはほとんど火のおめりに近い、まあ実際ちょっと低いんですけれどもね、火のおめりに近いで、オオカリこの音ですね。それで火で、火の場合は実は、これ金庫流と同じなんですが、関音の場合には2を開けます。泰山、府家の泰山の方などでは開けない場合ありますね。おつも関も歯といってこれで吹く、つまり土佐流と同じですね、場合があるんですが、金庫流、それから仁さんの譜面のこの根笹の場合には火は2を開けますね。つまり1と5だけ押さえてる。で、おつ音はリで2を閉じるということですね。ですからウヒというのは、ウからヒに行くとき5を当たりながら2、4を開ける、この動きです。はい、ですね。で、ここで息を取って、次が西五の葉、これ金庫流ですと古曲などでは三の葉と言ってる音程ですね。で、本曲はほとんど西五の葉、あるいは越後明和寺などは二五の葉、まあ分けてありますけれども、一応この仁さんの譜面では、西五の葉、二四五開けて、仮音これですね。ところがですね、これ大仮で吹いてしまう人がいるんです。これは現在の尺八の調律でも大仮の必要はありません。普通の仮でちょうどいいんですね。というのは陰線法、こういう本曲の線法というのはもう大体が陰線法、ですね。通のおめり、理のおめり、非のおめりが出てくる線法ですね。で、この西五の葉っていうのは関の通のおめりのオクターブ上ですから、つまり大関の通のおめりということなんで、この「つ」のおめりと「ろ」の関係っていうのはピアノなどの平均率よりも狭いんです、本来は。ですから特に陰線法の半音は狭いというのがいわゆる宮古節の特徴なので、現在本曲として認識されているその陰線法は、半音が狭いというのがこれ通常ですので、これはお借りしない方がよろしいんです。ついこの音はね、鳴らしやすい音なんで、オオカリで吹きたくなる音なんですよね。だけれども、オオカリで吹くと高すぎますね。これ高すぎますね。ですから、ごく普通のカリで結構。で、これに吹き込むときは、3開けといって、1だけ押さえておいて、3を押さえます。こうです。で、次の、このハー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 譜面で、あ、これは四五の目とか言ってます。四五かざしの大めりなんですね。で、律としては金庫流でいう五の葉、登山でいうピと同じことですね。引き手書いてありますね。両方書いてありますね。引き手目と。まあ、要するに四五かざしの大めりということですね。で、そこにも実は三で当たります。で、さらにまた西五の葉に戻って、またアに戻って西五の葉で終わるというふうに書いてありますね。で、この譜面上の最後この線はですね、
はーっと別に音程を上げるんではなくて、買ったまんま、あの仮捨てと言いますね。買ったまんま、あの捨てればいい。ここにオーカルと書いてありますが、これはあの意識することはないと思います。自然にそのままスッと割ればよろしいですね。オーカルにするとこうなってしまう。これはあの必要ないと思います。はい、そのフレーズいきます。ということですね。それで次がですから、イの連音、つまり5で当たるわけで、音としてはヒイヒということになります。そう書いてありませんが、イイイイ、ヒイヒですね。はい、で次が、チの中メリ、そしてウのオメリ、チの中メリ、ウのオメリ。で、ここ、ね、直線ですね。コミがない。ということは、最後のウのオメリだけコミをすればいい。ですよね。で、地の目の吹き込みにも4押しで入るということですね。はい、続きいきます。というふうに、このつれはもう調べの冒頭でやったつれを、最初は調べは音音でしたけど、まあ下音でやれば同じことですね。で、地のメリにも4で当たる、火にも5で当たるということですね。で、最後の火ですね、ここですね。で、ここはですね、火を強く、意を弱く吹くんです。これ逆だとね、これはおかしいです。これルールで吹けも金庫も必ずなんですけれども、常に火あるいは理は強く、意はいつでも弱くなるんです。だから意を強く吹くということはないと思ってください。これはですね、まあ古い時代の先人たちの知恵だと思いますね。意という音は一番さっき申し上げた気柱の長さが短いわけですね。で、気柱の長さがも短いということは、メリも簡単だし鳴りやすいんですね。つまり昔の人たちは鳴りやすい音はセーブすると、で鳴りづらい音を、少しでもこう、まあ、補正するというか持ち上げるということによって全体を音楽としてバランスを保つというふうに考えてました。ですから極端な話ですね、仮を弱くメリ強くと言ったんです。変ですよね。ほっといたって仮は強いしメリはどうしたって弱いんです。でも気持ちの中ではメリを強く、仮はセーブしなさいと、そうすることによって音楽としてバランスが取れますよというような意味だったはずです。ですので、まあ、この火と意の関係も同じことですね。火を強く、意を弱く、ね、というふうに終わります。で、続きいきます。で、次のウーツツで、実は先ほどつぎりの手の時に一つ目のツはオツで、二つ目カンだと、ね、言いましたけど、これは全部オツでよろしい手です。はい、ということですね。で、これもね、最後ロがオツ音の込みをやって間音に行きますよね。だから間に行った方は弱く吹いてるんです。オツよりも間を強く吹いちゃうと、間の方が強くもちろん吹きやすいですよね。だけれども、オツの方を強く、間を弱く、同じことですね。強気をくじいて弱気を助けるわけですね。それでバランスが取れるという個人の知恵だと思ってください。それってね、それもう一つ大事なこと、
ここでロのローと動きがありますよね。実は調べの中にもあったんですが、この動き、ゆっくりやるとこういうことね。大メリから仮に行って大メリに戻ってまた仮ですね。でね、この動きがですね、よくちょっと最近聞くのが、必ずねリズムがついちゃってる、ケースが多く聞こえるんですよ。つまりね、こうなるんです。これはですね、基本形はこの素早く二度目をやるというのが基本の形です。こっちですね、ね、全部そうですね。どの音でもこの動きはあるんですけれども、買って一旦伸ばさないんですね。意図的にそう吹く場合もあります、もちろん。だけども基本形はこっちだと思ってください。で、実はですね、こっちの難しいんですよ。一旦小休止した方が次に構えやすいわけですね。の方が構えやすいんですね。こっちの方が難しいんです。ですから、こちらが基本形だと思ってください。どちらでもよろしいんですよ。ただ、いつも同じにならないように吹くということなんですね。本曲、古曲もそうだと僕は思いますけれども、同じ手が出てくるときに全く同じように絶対に吹かない。どっか変える、一箇所変える。で、これがね、大事なことですね。少しずつ変えていくですね。はい、というわけで今のフレーズは、そういうことです。で、次に、で、ハーラっていうのがありますね。これ西語のハ、つまりハローと吹いたハですね。で、ラは、で、これね、メルカルと書いてありますね。買ったまんまにを打つのがラなんですよ。こういうことです。ですね。ね、それで、となります。で、一説にはこれが金コリなどでやってるハーラローという点があります。これの原型だという人もいますね。はい、ハーラハローということですね。はい、それじゃあ、調べ下がり派、調べの後半と下がり派の前半、2度目の、楽曲解説以上で終了いたします。どうもありがとうございました。